ああ、なんか2個買っちゃうときね。うん。あるあるある。なんかさ、あの漫画本とかでもあるよね。あれこの、この漫画の40巻あれ俺これ持ってたっけな。いや、でもな、一回家帰ってからまた来んのめんどくせえしな。とりあえず買っとくか。うん。って言ってさ、家に帰ったらさ、40巻あるじゃん。めっちゃあるじゃん。40巻買ってるじゃん。あ、しかもこれつまんなかったやつじゃん。 なんで2冊買っちゃったのあ、やっぱりね。つまんなかったからさ、ちょっとさ、こう記憶に残ってないっていうか、こう印象に残ってないっていうか、うーん、そういうところなんだよね。うん、あ、2冊買っちゃったね。うん、なんていうことありますよね。うん。はい、というわけでですね。組み立て用ワンパンマン。ね、完成すると万歳するよ。初めてでも簡単、4パーツの立体パズルってやつですね。これがね、やっぱり2つ。 あるんですよね。うーん。二つ。二つ。あるんですよね。うん。はい。箱の中身はですね、普通にこう、顔の部分が二つと、体と、この足の部分がね、こうぶん、バラバラに四つになって入ってるので、これは簡単ですよ。これもう、これなんだ。まず顔をこうやってくっつけてもらって、顔を、 あれあれこうねくっつけてもらって、この体、体ここのところにこうくっつけてもらって。ここのとこにくっつけてもらって。で、足も、ここのとこにくっつけてもらって。ここのとこにくっつけてもらって。はい、できた。かわいいアンパンマン出来上がり。めっちゃ簡単じゃん、これね。あと一個どうしようかな、これ。あと一個。うーん。 まあ、あとりあえず開けないで、取っておくか。ね。あと一個はね。うん。あ、これね、ちなみにね、ラインナップがアンパンマンの他にね、こんな感じでね、バイキンマン、ドキンちゃん、コキンちゃんって4種類、いるみたいですね。うん。まあ、どれ買ってもこれ可愛いかな。うん。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。